はい、どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回は、こちらプロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあ必勝アリーナが終わったということで、まあ報酬を引いていきたいんですけども、まあその前にね、新しいねサードが、今回ね追加されました。2016年版ね、まあいろいろこういう感じでメンバーとあるんですけど、やっぱりね松田が、まあ、能力だけ見たら、まあ、松田が一番いいかなという感じですかね。で、まあ、ホームランとか打ちたいだったら パワーヒッターとかのレアードだったり中村拓也がいいかなとは思ったりするんですけど、まあ、超特殊能力がレアードは超パワーヒッターなんですけど、中村はね存在感20丸なんで、超特殊能力が、まあそこの違いで、まあちょっとね、まあどっちがいいかなっていう分かれるところかなと思います。あと守備が確かレアードは C だったと思うのでね、まあここもちょっとね分かれる感じかなと思います。僕だったらどうだろうな、でもちょっと迷いどころですね。こっちの方がミートはいいんですよね。レアードはミート61、中村拓也は70で、パワーも中村拓也の方が大きいというか多いんで、まあ、ここ迷いどころかなと思います。でまあこんな感じでパーッといろいろあります。はい、という感じでね、今回は報酬ですね、必勝アリーナちょっとすいません、3000以内入ろうと思ってて、あの動画撮ってた時は前回の、結局ね2000以内目指そうと思ってたんだけど、最後の最後ねちょっとねいろいろあってね、時間なくてやれなくて、結局、2025位っていう、もうギリ入れなかった。まあ、自チーム A ランクが欲しかったんですよね。袋目が限界突破できるから、まあ、狙ったんだけど右だったっていう感じです。まあここで袋目、まあ、出てくれたらまあ嬉しいですけどね、普通のこの A ランクで、まあ、そしたらまあ結局まあ良かったねっていう感じに終わるんだけど、違うね、栗原かな。まあいいや、まあいい、まあいい、限界突破できるから。はい、ということでいきましょう。じゃあ S ランク TS、まあ、ここは斉藤選手、ここは袋目選手狙っていきたいと思います。さあ誰でしょう。いやー、シルエットでわかるかな。限界突破ね、2回できる。なんか今回の S ランクめっちゃかぶって、もうこれ引くか。チャレンジカップの優勝、チャレンジカップねやんないとか言って結局全部やってますからね。まあ S ランク出んでしょう、さすがに 10% じゃねー。乗り物かな、A ランク、 S ランクだったらなーって思ったけど、ゴールド契約書も引くか、1枚しかないし、まあどうせねプロスピフェスタで何枚かもらえると思うんで、まあどうせ B ランクかな。はいはい、ということで、まあ今回はねこんな感じの S ランク契約書ね引いてみました。 TS 第4弾ね、まあちょっと残念でしたけどね。まあこういうのはまあでもミキサーにかけるかなーっていう感じかな。今からミキサーかけてもいいんだけどね。はい、という感じでちょっとこの動画撮った後にミキサーちょっとかけようかなと思います。はい、ということで、この動画は最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。ということで以上、たくみでした。